ジョシュア・アイラースタインは、アメリカ合衆国、ニューヨーク州ロチェスター出身のバイオリニスト兼指揮者。2021年まで、ローザンヌ室内管弦楽団の芸術監督を務めていた。父は、クリーブランド弦楽四重相談創設時のバイオリン奏者であったドナルド・アイラースタイン。母は、ピアニストのビビアン・ホーニック・アイラースタインという音楽一家に生を受けた。 姉のアリサ・アイラスタインもチェロ奏者として活動している。ボストンのニューイングランド音楽院においてヒューウルフの元指揮法を学んだ。またバイオリンをルーシー・チャップマンに指示した。2009年にエーテボリ公共楽団に客演し指揮者としてデビューした。2010年にはアリサとの共演でシモン・ボリバル・ユース・オーケストラ・オブ・ベネズエラを初めて指揮している。2011年 当時のニューヨークフィルハーモニック音楽監督であったアラン・ギルバートのアシスタントに任命され、同職を2015年まで務めた。2014年から2021年6月までローザンヌ室内管弦楽団の芸術監督、主席指揮者を務めた。2021年よりマサチューセッツ州のボストーンを本拠とするオーケストラ、フェニックスの音楽監督を務めている。 クラシック音楽の楽曲を解説する、ポッドキャスト、スティッキーノーツのパーソナリティを務めており、自ら番組の構成、脚本までを手掛けている。ありがとうございます。